会社バーディーハウスで働いています。レコーディングエンジニアといって、アーティストやバンドさんが CD や配信用の音源を作りたいときに、楽器や歌を加工して、でそれをいっぱいたくさんパートがあるんですけど、それを一つにまとめてお願いするっていう仕事をしています。在学中はとにかく何も知らない状態で入学したので、本当に音楽とか楽譜のこととか、あと本当レコーディングのこととか、全てのことを学校で学ばせてもらいました。まあ、今そのレコーディングで主に使っているプロツールスっていうソフトの、使い方の授業であったりとか、それを使ってこう音源の編集をしてみようとか、そういうのが主にあって、あとそれだけじゃなくて楽譜を読めないといけないので、ある程度楽譜が読めるようになるための授業とかがありました。まあ休み時間とか、あと放課後とかはもうとにかく授業でやったことを使ってひたすら実験をしたりとか、例えば何か学生のバンドを信号機の音を取りに行ったりとか、わざわざすごっ、まあ、扉開ける音なんか面白くねとか言って取って、それになんかこうエフェクターをかませて変な音にしてとか、そういう変な実験をやってましたね。とにかく一番役に立ってるのは話になりますけども、普通に楽譜を読めるようになったっていうのが一番いいですかね。入社試験の楽譜を曲を聴いて進行を書くみたいなのがあるんですけど、なぜか未だに模範解答が試験の時に書いたやつが採用されてるっていう、はい、まあ、それぐらいこう質のいい授業を受け入れてたっていうのがありますね。まあ、一番はきっと、まあ、さっき言ったのもあるんですけど、なんていうんですかね、実験するっていう、はい、とにかく働くとそういう時間がなくなっちゃうので、誰かが教えてくれるってこともあんまりないので、でこう、なんていうんですかね、空いた時間見つけて、なんかこれ、なんかやったら面白いんじゃないかっていうのをとにかく実験するっていうのが、一番大事ですかね。自分が勉強してることでも、遊びでも、何にでも全力でやるっていうのが一番大きいですね。絶対、多分そういう風にしてきた。分かるんで全力だなみたいなのが分かるんで、とにかく勉強だけじゃなくて遊ぶっていうのにも全力っていうのが大事だと思います。それもなんかもはや人とか、あと会社とか、いわゆるレベルの会社とかにもいるんですけど、あれですかね、レコーディングだけで言うと、長くてもそのぐらいですかね。そうなんですかね、はい、もう早いと、ね、さあレコーディングしますって楽器取って、うん、歌取って、うん、いろいろ編集して、うん、3日でもう全部作っちゃって、すごっ、はい、もっといろんな人と、ちゃんとメインのエンジニアとしてこう仕事をさせてもらうっていうのが一番の目標ですね。